この巨大空調機器ユニットですね。何トンあるんだ？重量、30トンだからさっきのトラクターの方が重いんだ。とりあえず引き受けましょう。はい。実際の交通燃料も給油され規制た。はい。や道幅に注意して走行してください。これは何用の空調機器なんだろう。建物にそのままくっつけるのかな。まあこういうの巨大なパソコンが組み立てられそうだな。 ああまた取材が来てる。はい、これは OK ですね。どっからスタートなんだこれ。雨止んでるし。よし、じゃあ運んでいきましょうか。でかっ。めちゃくちゃでかいな、これまた。いやー、でかいですね。写真撮ってる。同じポジションからだな。いいポジション撮ってますね。ここすごいいいポジション。ちょっと邪魔だな。いいポジションすぎて邪魔なんですけど。よかった。ここがいいですね。これ、かっこいいですね。後ろのコンテナがいい感じだ。ちょっと見てみよう。いや、横がだいぶはみ出ちゃってますね、これ。今までで一番はみ出てそう。長い。でも今回後ろに変なトレーラー、補助トレーラーついてないから、実質さっきと同じ2輪タイプなのかな。トレーラーが2つ重なったタイプか。じゃあ出発ですね。重っ。 変装しちゃった。このまま建物の屋上に取り付けるんだ、これを。そういうことなのかな。よいしょ。とりあえず出発ですね。危ないな、なんかこれ。これが後ろで、ちょっと待って、これ ぶつけそう。遮断機とこの誘導車にぶつけそうで怖い。右が危ない気がするな。左はだいぶ余裕ありますね。幅の感覚がよくわかんない。こんぐらいで大丈夫か。重量、さっきの方が重いんですけどね、こっちの方がやっぱ重量がすごいある気がする。いやー、これカーブのところ相当寄らないとはみ出るんだな。これはきついな、カーブ。対向車来るとやばいですね。相当ギリギリ行かないとな。前の誘導車が仕事してくれないと ぶつかりますね。重っ。あれ、灯台かな。なんだあれ。変なとこにタワーがある。いや、これ対向車来たら終わりますね。もっと右寄れるか。下りが怖い。これ一通なのか。 さすがに広い道を案内してくれるとは思うんですけどね。ちゃんと通行止左めにになって全る。移動が必要です。その先、大左々的方だな。向出口です。なんだ左この音は。方向出口です。そこ行くの？狭くはないか。よし。右の方がそんなに出てないのかな。なんかクラクション鳴らされたな。やば。さあ、ここきついな。高速も白バイが止めてます。
までしてくれるんだ。あ、車線変更？はいはいはい。これ先行くとダメなんでしたっけ？左にレーン移動が必要です。後ろから行って前があれするんですよね。なんかすごい今速いバイクが通った気がした。よいしょ。ああ、すりそう。あそこも通行だ。だいぶ過保護ですね。今回。めちゃくちゃ通行止めになってんな。超ビップ待遇じゃないですか。あ、やばい。スル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 、危ない。スル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 、あ、吸ってる。吸っちゃった。なんだ、ノーカウントみたいですね。あそこも通行止め。あ、大変だ。クラクション鳴らされてるじゃないですか、思いっきり。これはもう行っちゃっていいのかな。左にレーン移動が必要です。はい。ちょっとちょっとちょっと。大丈夫。怖いな。高速道路完全封鎖してん。あ、でも後ろはもう排除されてる。やばい。追い越しかけてくるのかな。あ、これパトカーか。パトカーか。ちょっと右に寄っときましょうか。この高速だったらまだ楽だ。対向車がいないから。対向車いるとこはほんときついですね、これ。ガラガラだな、高速。ちょっとスピード上げれるかな。40キロぐらいは出せましたよね。近づきすぎると確かゲームオーバーになっちゃうんで。あそこも止めてる。ほんと完全封鎖だな。あ、今度は右か。確か前の車近づきすぎるとゲームオーバーになっちゃうんですよね。一番右側を走る形ですね。おお、来た来た、一般車が。結構バイク飛ばすんだよな。スポーツカー。外というかな、何なんだあれは。危ない危ない危ない。今回はシアトルの隣町までですね。走
公開みたいな感じだったのかな、さっきのは。右は大丈夫ですよね。おお、なかなかでかいな。シアトル近くは交通量が常に多いんだな。あ、危なかったな今。あそこ通行止めにしてるんだ、大迷惑だなこれ。あ、エバレット、ここですね。もう降りる感じかな。ないここ。ん？空港？あ、シアトルってボーイングの工場あるんでしたっけ？エアバスでしたっけ？これ名前は違うだろうけど、なんかありましたよね、シアトル。空港に併設されてるんでしたっけ？あ、ボーイングでしたっけ。はい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 。そう、エクスプレーンのシアトル空港アドオンあったからなかなか出来が良さそうだったんですよね。ちょっと写真1枚撮ろう。なんか最近のニュース記事かなんかで、今737が回収されて修理待ちで大量に止めてあるみたいなことが書いてあったな。どっち行くんだ？ダーウィング本当だ、ダーウィングって書いてある、ここはなんか仕事あんのかな。飛行機の胴体の配送とかあったらいいのにな。737マックスでしたっけ。右にレーン移動が必要です。その先、右方向出口です。今飛んでないっていうかあれなんですよね。こっちか。あ、駐車場に止められてるんだ。じゃあシアトルの空港に止められてるのかな。なんかユーロかなんかモッドで入れてた気がするんですよね、エアバスかなんかの。なるほど、これ空港、あ、空港あるんだ。空港の事務所に入れるっぽいですね。ここの仕事面白そうだな。右に連動が必要です。トラも特殊車両出てますね。何回か運んでます。アメトラは本当でかいですね、ユーロ以上に。でかいというか長さがある感じか。遮断機にぶつけそう。はい、こっちか。ああ、もうそこですね。これはもうまっすぐ行くでしょう。大丈夫かな。これ行けなかったら終わりだな。完全に終わる、これ行けなかったら。あ、演出者ビビりすぎてる。これ行けなかったら終わるぞ。あ、よし行った。あー、よかった。よし、ということで巨大空調機器ですね、無事配送完了。値段は安いですよね、4000円か。安すぎる。